西川淳は、日本赤軍のテロリスト、元メンバー。京都産業大学入学。1974年9月13日、奥平淳蔵と共に、ハーグ事件に参加。1975年に逮捕されたが、同年に起こったクアラルンプール事件で、長方期的措置で釈放、出国。1977年9月28日の、 脱火日光機ハイジャック事件にも関与し、国際手配される。1997年11月12日、潜伏先のボリビアで拘束され、国外退去処分を受けた。11月18日、サンタクルースから日本に帰国した際に、新東京国際空港で逮捕された。検察からハーグ脱火の、両事件で起訴された。弁護側は、 ハーグ事件では拳銃を発砲した奥平純造との共謀を否定し殺人未遂罪の無罪を主張した。2007年3月30日の判決で東京地裁は日本赤軍のテロ事件を政治的主張実現のため他人の生命や体の安全を顧みず暴力的手段に訴えることを意図はない反社会的行為と断じ無期懲役を言い渡した。初から 地裁判決まで32年が経過していた。地裁は、ハーグ事件で、拳銃で人質を脅迫、監視するなど不可欠な役割を担ったとして、警察官に拳銃を発砲した、奥平純造との共謀を認定して、殺人未遂罪で有罪としたが、東京地検の主張する、重信ふ子との共謀を認めなかった。控訴審では、弁護側は西川が、ハーグ事件では、 殺人未遂を否認し、脱火実験当時は、ベイルートにいたとする、パレスチナ民族評議会のアリバイ証言を提示したが、2008年10月28日に、東京高裁はアリバイについては、乗務員の証言から実行犯であることは、明らかと知りけ、リーダー格の丸岡治を補佐する重要な役割を、果たしたと認定して、無期懲役判決を維持。 西川は上告したが、最高裁第1小法廷は2011年9月12日付で上告を帰却する決定を出し、無期懲役が確定した。2018年現在、熊本刑務所に収監されている。ありがとうございます。